渋井陽子、渋井陽子、渋井い九1979年3月14日帯は、日本の陸上競技選手。主な競技種目は、マラソン、長距離トラック1万メートル、駅伝など、現在の女子1万メートル日本記録、30分48秒89、保持者であり、女子マラソンでも日本歴代2位の記録を持つ、2008年北京オリンピック女子長距離走、 1>, 1万メートル、代表、2001年世界陸上エドモントン、大会女子マラソン4位入賞。血液型は、O 型。腹筋が趣味。非常にお茶目でひょできんな性格の持ち主でもある。2004年がアテネオリンピック女子マラソンで5位入賞。部の先輩、入社は渋いが、先で良き理解者でもあった、土佐玲子、現、三井住友海上課再建女子陸上競技部。 プレイイングアドバイザーを尊敬しており、またかつて土佐は渋井のレースにおいてセコンド役を買って出ることもあった。栃木県黒磯市、現、那須塩原市出身。黒磯市立ともえ小学校、同圧崎中学校を卒業。小学校の時から運動が好きで、マラソン大会などもトップだった。中学時代は陸上部所属。年、 厚崎中学校卒業後、栃木県内では陸上競技の名門として知られた栃木県立那須託飛高等学校に進学。高校総体で大会進をマーク国体や全国高校駅伝でも活躍する。1997年に高校卒業後は大学には進まずに、当時の三井、現、三井住友海上火災保険に入社、女子陸上部へ入部。 20世紀中は、トラック競技、駅伝、長距離走で力を蓄えていった。2001年1月の第20回記念大阪国際女子マラソンが、初マラソンだったが、いきなり2時間23分11秒の、当時初マラソン世界最高記録を達成して、初優勝、当時1位記録を3分以上更新、衝撃的なマラソンデビューを果たしている。同年8月の、 世界陸上選手権、エドモントン大会女子マラソン代表に選出された。そのエドモントン世界陸上女子マラソンでは、本番前に風で体調を崩しながらも、リディア・シモン、ルーマニア、トサ、スベェトラーナザハロは、ロシアらと、戦闘集団で最後まで争い、惜しくもメダルに、あと一歩の4位に入賞。 トサレーコの銀メダル獲得と合わせて日本女子のマラソン団体優勝に貢献する世界陸上では国別の団体戦も行われているため一躍2004年8月開催のアテネオリンピックの代表有力候補として注目されるようになった翌2002年5月にはアメリカのパロアルトの競技会で女子1万メートルの日本記録更新に挑戦当時 川上優子の持つ31分0 9秒46のタイムを20秒以上更新する。日本女子で初めて30分台に突入する30分48秒89の日本新記録を達成した2位のディーナ・カスター。アメリカ合衆国も当時のアメリカ新記録を樹立。同年10月のシカゴマラソンでは、序盤からポーラ・ラドクリフ、イギリス、キャサリンヌデレバ、 ケニアらのハイペースについていき、終盤はややペースダウンとなるが2時間21分22秒の位に入り、自己記録を大きく更新した。2003年3月の第24回名古屋、国際女子マラソンに出走予定だったが、エントリー発表直前に足を故障、出場を断念。2003年8月の世界陸上選手権、パリ大会は、マラソンではなく1万メートルで出場したが、 周回遅れとなり、結局31分42秒01の記録で14位に終わる。翌2004年アテネ五輪の女子マラソン代表選考レースだった、同年1月の第23回大阪国際女子マラソンでは、前半の思わぬ超スローペースに惑わされる。10km 過ぎから渋い水から先頭集団を引っ張る形となり、 2 7トル地点付近の大阪城公園内で千葉雅子の飛び出しには何とかついたが優勝した坂本直子の3 0トル地点から猛烈な高速スパートには全くいていけなかったその後は完全にスローダウンとなり後続の選手に次々抜かれ結局ゴール順位は9位と完敗だった2004年6月のアテネ五輪陸上競技 選考会だった日本陸上選手権では、長距離トラック代表で、逸話選出を目指したものの、女子1万メートルは9位、女子5千メートルは12位に終わり、目標だったアテネ五輪出場はならなかった。2004年9月のベルリンマラソンでは、当時シドニーオリンピック金メダリストの高橋久子が、持っていた日本記録を5秒更新する、2時間19分41秒。 当時世界歴代4位をマークして優勝獲得賞金万ユーロ約950万円雪辱を果たしたその後翌2005年9月のベルリンマラソンでアテネ後我が根メダリストの野口瑞希に日本記録を塗り替えられるこの記録は2013年8月時点で女子マラソン日本歴代2位世界歴代12位である 2005年3月の第26回名古屋国際女子マラソンではレース直前に風邪を引き体調不良による影響で 35km の手前で優勝争いから脱落結果7位に終わり世界陸上ヘルシンキ大会のマラソン代表入りを逃した翌2006年3月の第27回名古屋国際女子マラソンではレース序盤から独走するも終盤ペースダウン ゴールまで残り約1トル付近で広山晴美に逆転され惜しくも2位となる。2007年1月に行われた第26回大阪国際女子マラソンにはほぼ同じコースで行われる世界陸上大阪大会女子マラソン代表を目指して出場。序盤から野口水希の持つ大会新記録を目指し優勝した原由美子と共にハイペースで飛ばしたが 中盤で故障が発生して2 9トル付近で腹に突き放される。その後3 4トル過ぎでは突然立ち止まってしまい、両足を屈伸する場面もあって、急失速、結果10位に終わりまたも世界陸上出場は立たれた。2008年8月に開催される北京オリンピックの女子マラソン国内代表選考会だった2007年11月の第29回。 東京国際女子マラソンに出場。現日本記録保持者の野口瑞希との一騎打ちが予想されたが、後半の3 0トル手前で再び失速。その後は、尾崎明美や大南広美らにも抜かれて、結局7位と敗北。前回のアテネ五輪に続いて、北京五輪も女子マラソン代表を逃した。しかし2008年4月27日の兵庫。 リレーカーニバル女子1万メートルでは2位に入り、逸は参加標準記録 A を突破する31分19秒73の好タイムをマーク。そして同年6月27日の日本陸上選手権女子1万メートルでは、ゴール直前まで2位の赤羽幸子と3位の福士、かよこらとデッドヒートを展開、残り100メートルを過ぎて渋いが先頭に立ち、31分15秒07の 大会新記録で日本選手権初優勝を果たした。これによって渋いの北京五輪代表が内定となる6月29日の女子5000メートルにも出場したが4位止まりだった。その後6月30日の日本陸連理事会において念願であった初のオリンピックへは長距離トラック種目1万メートルの代表として正式に選出となった。 北京オリンピックの女子1万メートル本番レースは2008年8月15日に行われたが、序盤からの超高速なペースについていけず、終盤周回遅れとなり17位に終わった。ゴールタイムは31分31秒13。今大会で最後となる2008年11月の第3十回東京国際女子マラソンに出場、世界陸上ベルリン大会先行レース。 ペース前半から 5km ラップ16分台のハイペースで独走していたが、後半で17から19分台にペースダウン。38.4km で優勝した尾崎義美に逆転され、その後も加納由里、マーラ山内、イギリスに交わされて4位に止まった。東京から約2ヶ月後の2009年1月に開催された第28回大阪国際女子マラソンへ。 世界陸上代表選出を目指して再挑戦。レース序盤から 5km ラップが17分台前半で進む先頭集団に加わっていたが、30km 付近で渋井自らロングスパートを仕掛ける。それについていったのは今回初マラソンの赤羽幸子一人だったが、31km 過ぎでさらに渋井がスパートすると赤羽もついていけなくなり、 渋いの独走状態となる。スピードは最後まで衰えることなく、40km ゴールまでのタイムも7分2秒と、歴代日本人最速となるラップを叩き出し、結果2位の赤羽とは1分58秒の大差をつける圧勝で、2004年9月のベルリン以来4年、4ヶ月ぶりのマラソン優勝を飾り、世界陸上ベルリン大会、女子マラソン代表に内定が決定した。 しかし、2009年8月の世界陸上ベルリン大会女子マラソン本番前に、右足の甲を痛める怪我が悪化。疲労骨折と診断されたため、同レースを欠場することを表明した、補欠の森本智も体調不良によ出場自体。同女子マラソンの日本代表は4人で出場。そのうち、尾崎吉美が銀メダルを獲得。それから2009年12月の全日本。 実業団女子駅伝の出走後、しばらくの期間完全休養に入っていた。翌2010年11月の東日本実業団、対抗女子駅伝に出場、1年近くぶりに公式レース復帰を果たしている。久々のフルマラソン出場だった東京マラソン2011女子の部では、27km 付近でトップに立ち、独走状態となった。 だが三十五キロメートルあたりからだんだんペースが落ち始め、三十九キロメートル過ぎでタチアナ・アリャソワ、ロシアに追い抜かれ、その後も日本女子トップの樋口のりことタチアナ・ペトロは、ロシアに交わされてしまい、結局四位、当初だった。しかし、翌二千十二年一月、優勝者だったアリャソワのドーピング違反が発覚し、失格したため、女子優勝は二着だった樋口に変更となり、 渋いの順位も3位に繰り上がった。2011年8月の北海道マラソンは、中盤一人抜け出して一時独走となった、吉田香織にはついていかず、2位グループで待機するが、3 3トル過ぎにスパートした後吉田に、逆転優勝した森本ともには徐々にされて交代し、3位に止まった、同じくエントリーしていた、土佐玲子は、座骨神経痛により欠場。 2012年8月開催のロンドンオリンピック女子マラソンの国内最終戦公開だった同年3月の第1回名古屋ウィメンズマラソンでは3 0トル過ぎまでトップグループに位置し存在感をアピール3 4トル付近あたりで先頭集団から徐々に遅れ始め優勝のアルビナ・マヨロはロシアや小崎・よしみ2位中里・レミ3位に先行され 日本人3番手の4位でゴール。それでも本人自身は充実感を覚えたのか、フィニッシュ後は右手を突き上げて喜びを表していた。また一般参加の戸サレイコがラストランで40位でのゴール後、二人は笑顔で健闘を称え合っていた。同二2012年7月、現役選手権三井住友会場女子陸上部のプレイングアドバイザーに就任し、 4年後の2016年4月には、同陸上部の選手権ヘッドコーチに転任。2013年以降、マラソンでは好成績を残せなくなったが、2016年8月開催のリオデジャネイロオリンピック女子マラソン国内、選考会だった2015年11月の埼玉国際マラソンでは4位、日本人で吉田香織についで2番手に入り、 他東日本実業団女子駅伝20年連続の出場となった全日本実業団女子駅伝へ出走するなど39歳となる2018年現在も現役続行中である。渋井のマラソンに関しては序盤から中盤にかけてハイペースで突っ走いるも終盤の 30km 以降で失速するというレースパターンが多い。 特に2011年2月の東京マラソンでは、ペース中盤で一時首位に立ちながらも、ゴールまであと残り3キロメートルを過ぎて、後続の選手に次々と追い抜かれ3位、当初4着だったが繰り上げに甘んじた。近年の優勝例である2009年1月の大阪国際女子マラソンでは、前半は控え気味にややスローペースの先頭集団に待機していた。後半に入ってから、 渋い自ら集団から抜け出し、独走に持ち込む作戦に出たが、結果的にこれが功を奏した格好となる。しかしながら、内定代表だった同年8月の世界陸上ベルリン大会女子マラソンは、右足の故障により出場を辞退した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。